里美さんの友人の小橋しおりと申します。あの里美は今弁護士をしております。今日は里美さんの友人としてではなく代理人として来ました。代理人。チューリップです。公園通過担当直入に申し上げます。優斗くんを里美さんに引き渡していただきたいんです。もし承諾していただけない場合、こちらは法的措置も辞さない覚悟です。法的措置？ええ、裁判にするつもりですか？私としてはその必要はないと思います。里美さんは優斗くんの親権さえ渡してくれれば慰謝料も月々の養育費もいらないと言ってるんです。あなたにとってこれ以上の条件はないでしょう。ちょっと待ってくださいよ。お二人の共有財産はこのうちと銀行にある定期預金だと聞いています。このうちはまだ新築同然ですから、売却してローンの返済をされてはいかがでしょうか？いや、ですから俺はまだ離婚に同意してませんよ。里美さんは離婚を強く望んでいます。ですからなんで離婚なんです？確かに里美の気持ちを分かってやれなかったり、まあ多少の行き違いっていうのもありました。でもそれが離婚するほどの問題ですか？唐突すぎて里美が何を考えてるのか全く分かりませんよ。あなたにとっては唐突だったかもしれないけど、里美さんにとっては。いや、ですから俺は離婚するつもりもありませんし、優斗を手放すつもりもありません。分かりました。あなたの気持ちは里美さんに伝えます。あ、そうだ、これ里美さんから預かりました。改めてまた伺います。失礼しました。でさっきから誰それ？僕とパパ。それかまあまあ。あ、もしもし。今日弁護士が来たよ。しおりから聞いたわ。明日会えないか？ちゃんと話そう。直接会っても感情的になるだけよ。私の気持ちはしおりに話してやるわ。少しの時間でいいから、昼休みだったら俺時間取れるよ。なんだよこれ、なんでこんな跳ねるんだけど。おお、待って、何でこんな跳ねるのこれ。え、はい、先輩おはようございます。スクラッチ、なんか微妙に似合いますね、そのエプロン。なんだよ急に。お前ギュート幼稚園の支度できてる？うん。じゃあ行くか。ちょっと待って、行くかってどこに行くの？ギュートの幼稚園です。今日は僕が送ってきますんで。どうして？どうしてって聞くなよお前。どうして？それはあの先輩の役に立ちたいからでしょ。じゃあ行こうか、言うとね。じゃ あ先輩行ってきます。どうして？行ってきます。スクーノ、スクーノ、ちょっとお前行ってらっしゃい。あ、弁当。ミハ先生おはよう。ゆうとおはよう。おはようございます。あの、これから朝はなるべく僕が来ることにしました。頼まれちゃって先輩に。あ、朝っぱらからいきなりなんですが、よかったら今日晩ご飯でもいかがですか？美味しいカンボジア料理のお店を見て。あれ？カンボジア？あれ？あの、ちょっとよろしいかしら。あれ？
最近ゆうたママ見かけないけど、どうしたの？ちょっと何なの？旅行です。旅行。旅行？はい。いつ帰ってくるの？すぐには。なんせ語学留学ですから。留学？すぐには帰れない。何か不都合でも？ゆうとママバザーインなのよ。バザーイン？驚いたよ、突然弁護士だなんて。ごめんなさい。里美にあんな友達がいるなんて知らなかった。何度も話したわよ、しおりのこと。あなた私の話なんか全然聞いてないから。ゆうとの弁当結構うまく作れるようになったよ。幼稚園の佐伯さんって人に教えてもらった。佐伯さん？うん、地域のボランティアの人。結構ね、ゆうとの面倒を見て、よく見てくれるんだよね。そう。うん。おかげで俺も少しはまともな弁当作れるようになったよ。だから？いや、だからお弁当が作れるだけじゃダメなの。子供を育てるっていうのはそんな簡単なことじゃないの。あなたに子育ては無理よ。ゆうと私に返してお願いします。さとみ、ゆうとのために帰ってきてくれないか。ゆうとはあの家でパパとママと3人で暮らしたい、そう思ってるんだよ。俺が悪かったところは改めるから。だからやり直そうよ。あの家を出るのにどれだけ勇気がいったか分かる？戻ってもまた同じことの繰り返しよ。でももう二度とあんな勇気出せないわ。仕事がしたいんだったらすればいいよ。仕事は大切よ。でもそういう問題じゃないの。じゃあどんな問題だよ。あなたとはもう一緒に暮らせないの。そんなに俺のことが嫌になったのか。仕事の打ち合わせがあるから行くわ。好きなやつでもいんのか。見たんだ、お前のマンションの前で。最低ね、あなた。あなたとはもう一緒に暮らせないの。神川君。はい、ちょっといいか。はい。はっきり言うが、部内が君のことでギクシャクしてるんだ。出張しない、残業しない、当然他の人間にそのツケが回ってくるからな。申し訳ありません。前の会社でリストラを担当していた君ならわかるだろう。いつ首を切られても文句を言えない状態だよ。君を採用したのは俺だ。君の能力を高く評価している。しかし特別扱いにも限界があるぞ。どうも。これからバザーの打ち合わせをします。バザー？私たちバザーインです。ケンタママとゆかりママそれから小雪ママ、よろしく。あのゆうとママの代わりにゆうとパパがバザーイン
引き受けていただけるんですね。は？今朝大学の後輩って人が言ってましたよ。バザーインは優太パパが責任を持ってやるからって。このバカは。じゃあ早速打ち合わせいいですか。いやですから仕事が忙しくてバザーなんて。ちょっとごめんなさい。優太、え？優太だったら留学先から奥様呼び戻していただきたいわ。は？留学？やっていただけるんですかバザーイン。いやですから仕事は今ちょっと立て込む。お弁当が作れるだけじゃダメなのよ。子供を育てるってね、そんな簡単なことじゃないの。あなたに子育ては無理よ。わかりました。やります。バザーイン。まずは委員長を決めましょう。では一斉に引きましょう。はい、せーの。ではということで、後輩の人が言ってたけど、ゆうとパパってやるときはやる男なんでしょ。期待してますよ委員長。ね、はい、委員長に拍手を。ゆうとバザーって何やるの。焼きそば。よしやるか。ゆうと君、バザーの提供品として新品の日用品を、手製の雑巾3枚。手製？ごめんください。おお、どうしました。佐伯さん雑巾縫えますか。雑巾？はい、それはまあ教えてください。お願いします。お願いします。お、おお、どうぞ。痛い。あ、気をつけて。針だけ動かすんじゃなくて、針と布を一緒にこうやって一緒に。あ、そっか。そう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 。いやしかしああやって母親同士の中に入るっていうのは本当大変ですね。いや、どうしてバザー委員長を引き受けたんですか。意地です。意地？ええ、女房に言われたんです。子育てっていうのは弁当を作るだけじゃない、あなたに子育てはできないって。まあバザーぐらいやってやるよ、まあ、そんな気持ちで。まあ少しは女房の苦労が分かりました。そうですか。ええ、今さら遅いですけどね。遅くはないですよ。そうですかね。ああ遅くないです。あの、前から聞きたかったんですけど、佐伯さんはどうして幼稚園で働いてるんですか。女房がね、幼稚園でボランティアをやってたんです。それが毎日楽しそうで、どうして幼稚園だったんだろうかって、あれが死んでから考えてみたんです。女房と同じように幼稚園でボランティアをすれば、それが分かるような気がしたんです。できるじゃないですか。ここだけです。え、母親が縫い物をしてるのを見ててここだけは、いや母親は糸切り刃がなくて、こうやって最後のこの切るところだけは自分がよくやらされてたんですよ。まあどうせこんなことになるんだったらちゃんと教わっとけばよかったですよ。お母さんどちらに。ああ、僕が高校の時に死にました。くも膜下出血で。そうでしたか。え、父
親はちょうど3歳の時に交通事故で、まあ小さかったんで父親のことはあんまり覚えてないんです。母親はいつも働いていて外に出てたんで、自分一人で何でも決めてやってました。受験も就職も結婚も転職や家を買うこともみんな自分で決めて、でもそういう自分のやり方っていうのが耐えられなかったんでしょうね。あいつは優斗のためだと思ってやってきたことなんですけど、本当分かってくれなくて、まあすいません愚痴でした。いえいえ、できましたぞ。じゃあ最後のその、はい、切るところだから、はい。おお、はい、おおすげえ、まっすぐですね。俺のは最悪です。どれどれどれ。最悪ですね。よし、じゃあこっち行きましょう。はい。この番組は P&G トヨタ KDDI とご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、あ、小雪ママですね。あ、昨日はどうも。小雪のママだって。朝から宮野ママと電話かよ。変えましょう。はいはい、焼きそばも5円高い。はい、もしもし、上川です。あ、健太ママ。え、あの、ちょっと待ってください。ケンタママだって。これかよ。おしまい。すいません、遅くなりました。ありがとう、お待たせ。お疲れ様でした。はい、これ。え、もしよかったらバザーに出してください。院長が出さないといろいろと言われてしまうでしょうから。ありがとうございます、助かります。いえ、お役に立てれば嬉しいです。あの、俺っていうのもなんですけど、もしよかったら晩飯どうですか。あ、はい、はい、僕ハンバーグがいい。またハンバーグかよお前。妙先生の好きなものにしようよ。何がいいですかね。私もハンバーグ。うわ。イエイ。はいよー、ハンバーグお待ち。なんか悪いね、メニューにないのに。材料あるんだから何でも言ってよ。ねえ、サブちゃん。なんだって作るっつんだよ。サブちゃん、つなぎましょっぽん。はいよー、ずっぽんね。いただきます。はい、いただきます。うまいぞ、ここのは。おいしい。でしょ。おいしい。うまいだろ。な、うまいんだよ。あ、ゆうと。ちょっと待って。ゆうと、まだ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 。わ、わ。上川さん、頑張ってますよね。お弁当だって、マザーインだって。私、最初は上川さんのことをなんて無責任な父親なんだろうって思ってたんですよ。すみません。でもそれは私の思い違いでした。私応援してますから。おいしい。うん、いっぱい食べてね。うん、よし、じゃあ食べよう。よし、できたぞ。
やってんだよ。あ、字が見えなくなっちゃったじゃんかよ、お前字が。まあいいか。皆さんおはようございます。おはようございます。皆さんのご苦労の甲斐があって今日こうしてバザー開催にこぎつけることができました。今日一日事故のないように、皆さんと力を合わせてバザーを成功させましょう。はい、はい、はい。皆さん準備はいいですか？まもなくオープンですから。ちょっと委員長、これ見てください。ひどすぎる。誰がこんなの出したのかしら。人格を疑いますね。何縫いなのこれ。危ないよ、動いてください。危ない、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 危ない。どうもお待ちどおさまでした。ありがとう。はい、ゆうと、メイン出てきた。はい。はい、じゃあ水も入れてください。はい、はい、あ、見て、あ、ストップ。やばい、汽車が壊れて動かなくなったの。泣いてるのよ。あの丸めた新聞紙それでは今日のバザーの売り上げを発表いたします。10万2000トンで10円。昨年の売り上げを大きく引き離してこの5年でダントツの1位です。売上金は全額幼稚園に寄付していただくことになりました。皆さん本当にありがとうございました。 ありがとうございました。いやー、よかったですね。あの、なんでここにいるの？どうして？どうしてって聞くなよ。どうして？それはあの先輩のお役に立ちたいからでしょね、美穂先生。それでは本日のバザーの成功を祝して乾杯。乾杯。いや、しかしやっぱやるときはやる男ですね、先輩は。パパ、え、スクノってね、美穂先生好きなんだよ。続きまして、びっくりした時の松本明子の顔。どうなんですか？困るち。結局困るち。結局楽しかったね。パパさ、バザーなんか本当は最初やりたくなかったんだけど、やり始めたら意外と楽しくなっちゃってさ、困っちゃったよ。かっこよかったよ、パパ。おー、そっか。上川さん、ちょっとこっちへ来ていただけますか？あ、はい。うん、ゆうとくんも。委員長。え？バザーの最大の功労者は委員長です。いやいや、ね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、委員長に大きな拍手。ゆうた、ゆうた、ゆうた、起きろ、起きろ、ゆうた、起きろ、起きろ、地獄です。やばい、やばいぞ。ほら、起きろ、起きろ。何やってんだ、ほら、遅刻するんだ、ほら。しょうがねえな、ほら、ゆうと遅刻、遅
刻だよ遅刻。あれどうなってんだ。今日休み。休み？だって今日月曜日。あ、そうだ今日バザーの代休だ。言うと嘘。なんだよ、なんで気がつかなかったんだろう。どうする？パパ、うん、どうしよう。あー、ダメだ、しんちゃん留守だ。パパ、向こうはかなり意地になってるわ。このままだと優斗くんは手放さないわね。今まで仕事のことしか頭になかったくせに今さら優斗を育てるだなんてどういうつもりなの。このままだと当事者間で話し合っても平行線のままだと思う。思い切って火災に調停を申し立てたら。調停か。調停が不成立に終わったら裁判に持ち込むのよ。もういい、さとみ、旦那は仕事人間であなたたちをずっとほったらかしてきたわけでしょ。裁判で争ったら勝てると思うの。それにさとみはお金なんていらないって言うけど、女手一つで子供を育てるのは大変よ。優斗くんの将来のためにも慰謝料や養育費はちゃんともらった方がいい。そのためにも法的手段で訴えた方がいいのよ。できればそういうことはしたくないな。さとみ、旦那に気持ちがあるなら早く帰った方がいいよ。どういうこと？彼はモテるみたいだから。女の人がいるの？わからないけど。ゆうとくんジュース飲んでね。お菓子もどうぞ。どうぞ、お構いなく。お構いなくだって。かわいい。やっぱり無理だな。え、三橋聖光さんの高橋部長からのメールだ。先週君が出した見積もりにミスがあったという指摘だ。うちの大事なお得意様だぞ。はい。悪いが君にはやめてもらう。パパ、明日もパパの会社行っていいよね。パパ、あそこの会社にはもう行かないんだよ、言うと。どうして？うん、クビになったの。クビ？お外で鬼ごっこする人！じゃあみんなで行きましょう！ゆうと、どうしたんだ？元気ないな。しんちゃん、首って何？首？そうだな、会社を辞めさせられてしまうことかな。やっぱりそうだ。どうしたの？僕のせいだ。僕がパパの会社に遊びに行ったから。パパ、会社首になっちゃったんだ。ゆうとくんのせいじゃないよ。気にしない気にしない。よし、しんちゃんと外行こう。遊ぼう。よし、ほい。はい、失礼します。こちらです。は、人事部の細田です。あ、上川です。よろしくお願いいたします。どうぞ。はい。久しぶりですね。覚えてませんか？かつて同じ会社で働いていた仲間じゃないですか。あ、
確か営業でした。君が経営統合によるリストラ担当。君とはよくよくご縁があるんですね。こんな形で会えるなんて。失礼します。待ってください。君にリストラされたことを私は恨んでませんよ。それより君ほど優秀な人材が我が社に来てくれるのは大歓迎なんです。これから一緒にこの会社を盛り立てていきましょう。そう、就職決まったの。よかったな、亮ちゃん。いやー、世の中捨てたもんじゃないよね。いや、俺ほんとちょっと感激しちゃったよ。よかったね、パパ。ああ、明日からパパ頑張るぞ。うん。いじらしいじゃないの、二人と。おはよう、待ってよ。じゃあ行こうか。この倉庫を整備することになってね。はい。ここの書類をシュレッダーにかけてください。全部ですか？それとこっちの荷物を全部隣の部屋に移してほしいんです。君のような優秀な人にこんなことさせてすまないけど、とりあえずお願いします。はい、わかりました。書類知りませんか？あ、それだったらシュレッダーで破棄しましたけど。え、誰の許可でそんな勝手なことしたんだよ。いや、人事部の細田さんです。あ、細田さん、あのここにあった書類なんですけど、全部シュレッダーで破棄するようにとおっしゃってましたよね。言いましたよ。ですよね。ただ私は全部とは言ってませんよ。え、私が指示したのはここにあった5つの段ボールの書類ですから。いや、なんてことしてくれたんだよ、あんた。どう責任取るつもりなんだ。いや、すいません、彼は今日入社したばかりなんで。ちょっと待ってください。とにかく上に動くしてくる。いや、ちょっとすいません。どういうことですか？気にすることはありませんよ。どうせ古い契約書だから。ただ君ももう少し注意してほしかったですね。あ、それより君に謝らなくちゃいけなくて。上にも困ったもんですよ。この倉庫を資料室にすると言ったかと思ったら、やっぱり倉庫のままでいいって言うんですよ。悪いけど今日中にさっきの荷物全部戻しておいてもらえますか？あの、頼みました。わかりました。それじゃあお宅で優斗君も見てますよ。なるべく早く帰るようにしますんで。で、鍵なんですけど優斗が分かってますから。はい、はい、お願いします。ご心配なく。じゃあ。お疲れ様でした。お疲れ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
倉庫の整理終わりました。ご苦労様。お疲れ様でした。失礼します。あ、上川君。はい。君明日から来なくていいですから。営業部長が怒鳴り込んできてね、参考にしようとしてた契約書がシュレッダーされたって。でもあれは細田さんの指示で。自分のミスを人のせいにするなよ。お疲れ。あんた初めから俺を雇う気なかったんじゃないか。ある日突然リストラされた人間の気持ちがどんなもんか少し分かったか。あ？殴れよ。警察に突き出してやるから殴れよ。ある日突然リストラされた人間の気持ちがどんなもんか少し分かったか。最初のプレゼンにしては上出来ってとこかな。ありがとう。最近どんどん昔の感覚を取り戻してるみたいだね。じゃあ私ここで。お疲れ様。うん。ゆうとは？あれ？ゆうとは？うち一人で。まさか。誰が面倒見てるの？ああ、佐伯さん。佐伯さん。そう、それが何か。優斗を人に預けて何してんのよ。やっぱりあなたに子育ては無理なのよ。子供を人に預けてこんなところでお酒飲んで父親失格よ。そんなんだったら優斗私に返して。なさとみ、どうして俺たちこんなになったんだ。俺たち。じゃあまた明日。じゃあ。ちょっと待って。おかえり。お疲れ様でした。すいませんでした。残業ですか、いきなり。ええ、飲んでるんですか。今日はありがとうございま、ありがとうございました。どうしたんですか。なんかあったんですか。クビになりました。人事担当が昔俺がリストラした人だったんですよ。いや、初めから雇う気なんかなかったんだよな。いや、見事に復讐されました。いや、俺恨まれてたんですよ。そりゃそうですよね。誰だって自分の首切ったやつなんて恨みますよ、そりゃ。あんまり気にしない方がいいですよ。
それじゃあ私はこれで。あ、本当にどうもありがとうございました。もう優斗のことでご迷惑をおかけすることっていうのはないと思いますから。あ、妻のところへ返します。本気ですか？ええ。でも優斗君はここで暮らしたい。いや、こいつがいたらやっていけないですよ。こいつがいたら、いや、妻の言う通りです。俺には子育てなんて無理です。これから連れてきます。上川さん、上川さん。何ですか？優斗君の気持ちも考えてやったらどうですか？いや、俺は親失格ですよ。失格なんかじゃない。上川さん一生懸命やってますよ。この前も言ったじゃないですか。俺はただ意地張っただけなんですよ。こいつのことなんて別にどうでもいいです。どいてください。ちょっと言うと、上川さん、上川さん、言うと、ちょっとあんちなさい。関係ないじゃないですか。ちょっと黙ろう。パパ、しんちゃんと喧嘩してんの？いや、なんでもないんだよ。
チーズ。私たちのこと父に話してないわよ。わけないだろう、お父さん心臓悪いんだぞ。このうち変でしょ、ギクシャクしてる。そんなに僕のこと嫌いなんですかね。ママ強いですから女は。この番組は D&G KDDI トヨタとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ユウトとの約束はどうするんだよ。約束？嘘ついたのか。